皆さんこんにちは。日本バトラー&コンシェルジュ株式会社代表取締役社長の新井直之です。今日は大富豪がプライベートジェットに乗る理由についてお話をしたいと思います。もちろんね、プライベートジェットっていうのはもう内装も豪華 で民間航空会社のファーストクラスよりも非常にまあ快適な空の旅ができますし、ラグジュアリーですしね。あとまあ非常に至り尽くせりのね、キャビンアテンダントさんによるサービスもございます。ただですね、本当の理由っていうのは実は時間をロスしないためにプライベートジェットを使ってるんですね。大富豪の方々からすると、まあ普通のね、民間航空機のファーストクラスに乗るよりも数倍高いわけなんですが、ただプライベートジェットがいいのは出発時刻、到着時刻を柔軟に決められるっていうですね、利点があるんですね。ですので普通の民間航空機であれば、例えばタイムスケジュール決まってますが、プライベートジェットはいつ出発しても OK ですので、実は大切な交渉とかの際には非常に重要なんですね。例えばビジネスの交渉で一番重要なのは相手の持ち時間なんですよ。つまり相手が交渉に出使える時間が短ければ短いほど、なければないほど交渉では不利になってしまうんですね。飛行機の時間があるからもう帰んなきゃ、じゃあ交渉もこの辺で妥協しとくかであるとか、あるいは、何月何日までに決めなければいけないんで、あ、まあこの辺で妥協するかということで時間を切られた方が実は交渉では大変不利になります。皆さんも多分経験があるかなと思います。例えば3月末までこのカメラが2万9800円ですよと、4月1日から3万9800円ですって、時間切られたら安く買いますよね。でなおかつそれが本当に安いのかどうかっていう、この意識もちょっと、まあもちろん調べることは調べると思うんですが、ちょっと意識が飛んでしまいますので、なんか期間限定って言われるとまるであたかも安いような錯覚に陥って、まあ判断力を鈍らせられてしまうケースがある。また本当に不必要なのにもかかわらず、なんかそれ時間切られると、まあ、パーって決めちゃうケースもあったりします。ですのでやはり大富豪であるとか超富裕層の方々というのは、まあ、ビジネス上大きな交渉であるとかする場合が多いですので、プライベートジェットを乗ることによって時間的な制約から解放されるわけですよね。そうすることによって、まあ、自分に少しでも、まあ、条件がよく有利に交渉できるということで、プライベートジェットを使っているということになります。もちろんね、セキュリティ的な理由もあります。民間航空機ですと、まあ、いろんな方が乗ってますんで、もしかすると自分が飛行機に乗っている時にですね、なんか暴漢に襲われてしまうとか、あるいはその飛行機になんか爆弾が仕掛けられてしまうとかですね、そういったリスクもあります。プライベートジェットの場合は、まあ、乗ってる方も身内ですし、人数も限られてます。で荷物なんかもですね、自分の荷物以外が運び込まれれば、ああなんかこれ俺んじゃないなすぐ分かりますんで、そういったですねリスクなんかも避けることができますんで、プライベートジェットを使っている方が多いということになります。今日のお話いかがでしたでしょうか。面白いなと思いましたらいいねボタン、そしてチャンネル登録をお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。